ネイティブのような語順感覚で英語を話すために知っておくこと英語がスラスラと出てこない主語と動詞を言ったらそこで止まってしまうこんな人、今日の動画は絶対に見てくださいこの動画では英語の語順の感覚をつかむために必要なあることを学びます難しい文法用語は一切使用しないので文法が苦手な人でも英語の語順に親しんでもらえるようになります Hello，ゲーマーランゲージオンライン講師の右半身です。このチャンネルはついついクソ真面目になって勉強してしまう英語を、巷にあふれるクスクスゲラゲラ笑える投稿記事を使いながら、楽しく真面目に勉強するチャンネルです。チャンネル登録をよろしくお願いしますね。さあ、本題です。英語は語順が命です。日本語はね、語順は特に重要ではないという言語なんですが、ここからが大事ですよ。 語順で意味が決まってしまう英語では、どの動詞を選ぶかで、その後にどんな言葉を持ってくるのかが決まってしまうんです。要はね、動詞次第なんですよ。今日はどの動詞を選ぶかで、どんな文の形になるのかを、日本人に分かりやすい形で説明していきますので、一緒に見ていきましょう。さあ、ということでね、6つの型があるんですけれども、まずね、 我々主語から出しますよね「何々は」ってね英語で「何々は」を言った次に二択なんです何が2択かっていうとまずね「何々の状態だ」っていうことを言うのかそれとも「何々する」っていうことを言うのか要はね動詞の選択ですねではじゃあこの1個目の「何々の状態だ」って言った後ですねこの後に 何々というっていう言葉が続いてくるんですよこれがね一つ目の型なんですねじゃあ次の二つ目の型はどうなるのかって言ったら次ね何々するの後に続ける言葉ですねこれが2個目これ、ね、ブランクになってるんですけれども実は何々は何々するで終わる文章なんですよそしてじゃあ3つ目行きますよ 「何々は何々する」って言った後に「何々という状態に」っていう言葉を続けるんですこれが3つ目の方ですねそして4つ目の方「何々は何々する」「何々を」っていうことを続けるこれが4つ目の方ですねそして5つ目の方「何々は何々する」「何々を」「何々という状態に」っていうのが5つ目の方ですそして6つ目 何々は何々する何々に何々をこういうのがね6つの型なんですよねこれだけ覚えてもらったらね大体のことは処理できますそして最後に付加情報ですね場所と時を表す言葉をこの順番でねつなげていくとまあ大まかには英語の文章がね作れるようになっていくんですねさあちょっと具体的に見ていきますよこういう動詞を使うとき am is are これだけを使うね。主語の後に a む is あ。これを使うときはこんな型の文章を使います。何々は何々の状態だ何々というそれから場所ときの情報を付加していくんですね。例文私はいつもどこでも忘れっぽいっていう文章。この文章をこの型に当てはめていくとしたら何々はの部分は がきますよねそして「何々の状態だ」なので「am」が入ってくるんですよねで「なになに」というところっていうのはこれ忘れっぽいっていう状態なんですよっていうことが言いたいので「forgetful」これ入れたらいいんだよねそして「いつでもどこでも」の部分は場所が先に来るので「anywhere」「anytime」こういう文章が出てきます「I am forgetful」「anywhere」「anytime」こういうふうになるんだよね こうやってってて型を使いいいけばいいんですよね。そうすると「何々わ」の部分で自動的に主語を出さないといけないから日本人が苦手なねこの主語を出すっていうのがねトレーニングできていくようになっていきます。さあじゃあ続き見ていきましょう。こういううい動詞を使う時はですねこれらを使った時例えば「LEAVE」出発するこれ使ってみましょうか。 毎朝7時に仕事に出かけるんだよ私みたいな感じの文章ですよねということで「何々は何々する場所時」こういう型を使っていきます例えば「何々は」のところには「愛が来るよねそして「何々する」これは仕事に出かけるっていうことですよねなので「leave」「出かける」っていう単語ですねそして「どこに行くの?「for work」「仕事に」ですねそして「時」の部分は「 At 7 a.m. every morning. I leave for work at 7 a.m. every morning. っていう文章が出来上がるわけなんですね。さあ続きやっていきますよ。じゃあこういう動詞を使う時はですねここね動詞の特徴はね例えばこう状態を表したりあと変化を表したりねそれから見た目を表したりそれからなんか感じるとかっていうことをね表したりする動詞を使う時ですね。例えば 何々になるこれ変化の動詞だねこれ使ってみるよ例えば朝はいつもバタバタタになるなるるよねさあこれは「何々は何々する何々という状態に」っていうこの型を使っていきますまず主語は「I」こういうふうになっていくよねそして「何々する」ここで「get」を使うって言ったねなので「always get」いつも「 Get ねここまで使いまましたここまで使ったら「何々という状態に」っていう単語を次置くんだよっていうのがねだんだん感覚で分かってくるようになるんですよね。まあ、これね「バタバタ」っていう意味ですねめちゃくちゃ忙しいっていう意味になりますねそして場所の表記はないのですっ飛ばしてで「朝」「in the morning」これが来るんだよねなので「I always get hectic in the morning」こういう文章ができますっていうね こういうい感覚なんですまずだから主語を言いますそして動詞を言ったらその続きこういう単語を持ってくるんですよっていうのがだんだん分かってくるようになります。Okay、さあ続いてみましょう。こういう動詞を使うときはですねここのね動詞の特徴はね「say」なんかがわかりやすいですね例えば「Yesterday I said」って言ったらさ「え何を言ったん?」って聞きたくなりませんか こういう感じの動詞って思ってもらったらいいですねその絶対に続きがあるでしょうっていう感じの動詞ねえ、何何何を言ったんとか何を買ったんとかねこういう感じの動詞を使うときはじゃあテイクを使いましょうね何々は何々,何々をする何々をっていう型を使うんですさあ火曜日はねゴミ出しがあるっていう文章を作っていきますよ例えばね火曜日っていう主語を持ってきたくなりがちなんですけどもここは I を使ってみますねそして何々するの部分は I have to take out ねゴミ出しを出さなきゃいけないんだよっていうね動詞を使いましたそして take を使ったので次は何々 O が来るんだよなので the garbage こういう風に来るんですよね。そして場所の表記はないので、すっ飛ばして時の表記ですね。on Tuesday っていう言葉を持ってきます。なので、i have to take out the garbage on Tuesday こんな感じになりますね。はい、続き行きましょう。さあ次の動詞、こういう動詞を使う時は動詞の特徴ですね。こう数としてはそんなに多くないので、これぐらいだと思ってもらったらいいかな？ で、これらを使う時はこの次の5つ目の型をね使っていきますよ、えー、LEAVE これを使いましょう「何々は何々する何々を何々という状態に」っていうこの型を使っていきます例文ですねしょっちゅう玄関にゴミを置きっぱなしにしてしまうさあ文章作っていくよ「何々は I」が来るんだよね何々する。 きっぱさっきね「leave」を使うって言ったよねなので「often leave」しょっちゅうがここに入ってきたねそして何を置きっぱなしにするのゴミだったよねだから「the garbage」こういうふうになりますよねどういう状態に置きっぱなしが言いたいんですよねなので これちょっと英語っぽい言い方だからなかなか出てきにくかったかもなというふうには思いますけれども「セッティング」だからもう置きっぱなしね座ってる状態っていうふうに日本語で直訳しますけれども結構英語でこういう感じの使われ方をねスイートはしますねで「場所」「どこに?」「In the hallway」「玄関に」ですねそして「時」これオフンで言ってるからもういらないんだよねす飛ばした OK なので こういう文章が出てくるんですね。ふんふんじゃあ続きこれね次最後になりますね。こういう動詞を使うときは、うん。動詞の特徴ね例えばさ「ギブ」とかだったら「私昨日あげたんだよね」って言われたら「え何を?え」え誰にって言いたくなりませんかこういう類の動詞ですね。これらを使うときは「tell」を使いますよ。何々は何はする 何何々に何々にをこの型を使うんですよ。ね、で例文は「朝に忘れずにいる方法を誰か教えてくれませんか?」ってじゃあ文章作っていきますよ。何々は誰かか教えてくれませんかのところだよねだから「can anyone?」これでいいかもねそして「何々する」「教えてほしい」なので「tell」ですね誰に教えてほしいの?「me」私に教えてほしいんですよね何を教えてほしいの The way to remember. ですね、覚えている方法を思い出す方法っという感じですねそして場所の表記はないですねそれから時の表記は朝「in the morning」になりますなんでこういう文章が出来上がるということなんですさあ動詞をどれを選ぶかで続きの文章 が決まってくるっていう感じなんですけれども今のボックスを見ている限り1つか2つの塊ぐらいしかないですよねこれだけなんですなのであ、こういうふうに言ったらいいのねっていうのを 皆ささんトレーニングしてくださいでこ,の、ね、この動詞の時はこれっていうふうにいちいちこんなん覚えてられないじゃないですかでもこれは英語の文章をたくくくさんん作ってていいことでで慣れていくんですねただこの型を使うんですよっていうのをこうなんとなく頭の片隅にね置いといてもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますさあということで今日使った例文を使って一つねパッセージを皆さんにご紹介しますので。 3, 2, 1. I am very forgetful anywhere, anytime. I leave for work at 7am in the morning. Because I am not organized, I always get hectic in the morning. I have to take out the garbage on Tuesday. On Monday evening, I put the garbage in the hallway so that I can remember in the morning. But, what happened is that I walk over the garbage bag, leave the garbage sitting in the hallway, and go to work. When I get home, my house smells really bad. Can anyone tell me the way to remember the garbage in the morning? お楽しししみいただけましただまでしょうか今日はねちょっと盛りだくさんだったかなと思いますが英語を話す時ね主語までは出てくるし動詞もまあ出るといえば出るだけどその続きが出てこないなんていう人ね英文の方に慣れていきましょう今日の動詞はこの方だってね全部暗記するのは無理だからいろんな文章を作ってね口ならししていくのがいいと思いますよ。そののののの時にに今日学んだだ内容ここことを少しね頭の片隅に置いておけばあ、この動詞はこのパターンだな なんと思ったりしてね記憶に定着しやすくなるんじゃないかなと思います英語を学習するすべての皆さんいつも頑張ってますね英語を話せるようになるとね世界も広がるし嬉しいことばっかりです英語がね話せるって楽しいなと思っていただくために Galala Language l i n e ではこれからもくだらなくてためになる英語のレッスン動画をアップし続けていきますのでチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします このチャンネルは、は、イ、yeah、右半身、左半身。現役英会話講師による、夜面白くて楽しい。英会話学習チャンネルになってるんだよ、よ。だから、まずは、チャンネル登録、登録、よろしくお願いします。